はいどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは、ロボット TK です。ではね、前回の続きをやっていきましょう。前はね、俗語と静語でのオーダーレッピー進行 やりましたね。最終戦やっていきましょう。それではね、安土四天集結、こっちはまだ読みやすいね。たまに読まれん感じ出てくるからね。魔王の居城、安土の地によって織田、豊臣の両勢力激突の模様。この機に乗じて乗り込みますか、棟梁。先代に続き、魔王は我らに刺客を放った。もはや魔王は我らの銃弾で滅ぼすのみ、それが誓いだ。それに豊臣は我らへ契約を持ちかけている。見定めるには絶好の機会となる。ところで会うなんて奇遇だね。それと運命だい。二人はここで恋になんてね。いつも通りだ。このカラス。ご託はいい。我らに用向きがあるのだろう。さすが孫一、鋭いね。そう、実は頼みがある。一人見定めてほしい男がこの地にいるんだ。言いたいことは分かった。だがこれだけの状況だ。時が惜しい。続きは戦場にて聞くとしよう。行くぞ。安土四天集結、わかりやすいわ。さっきのなんかようわからない。この国の強き息吹が二つ、いや三つ吹き込んだか。さあたぎれ魔王よ、覇王よ、今は名もなき絆の王よ。ん、誰やこいつは。これほどの強者が一度足かがりをしてる。まるで白昼だ。そう思えばホテルが必要。違うかな、魔の友よ。魔の友よ。クジャクは世の将棋より降りてから、どこにある。中ではすでに始まっておる。あ、まだおら、おお、え、なにここ、え、出遅れたようだな。ケイジ、話してみろ。我らが見定めるべきものがこの地にいる。そうなんだ。ただこれがちょいとばかり面倒っていうか、まあ厄介なやってさ。あ、いけ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 。もそのどこ、よもや魔王だなどと口走るつもりはないだろう。違う違う、おらあんまり。俺たちこそ大義。この戦の勝者が天下に大手をかける。お、それは誰にも譲れない。いいね。ここまで来たらもう返せはしない。あぶりたいではないか。それが徳川家康、東将の名のもとに参陣つかまつる。来たな、絆の友。絆の友、ぜひたどり着いてみせてくれ。しかと見ろ、これが我らの力強さだ。何あれ、向こう行かへんけど。そういくものか。ん、全てくわかりにくこの地。え、あ、なんか、あ、なんかやられとったんか、あれ。なんかに、なんか行かへんな、音って。ほら、うまい。お、お、千金か。千金しかないから。え、黒、え、黒って何だっけ。変化が、おお、これ、これは好きやで、まだ。ウヌラのさらなる限り、粘りを見たいな。買い物、お、いつの間に買い物。買い物のあれは何やったんや、鍵となるものは。世は本陣に手まとう。さあ来い、友よ。おだめおだめ、笑い方よ、やばいすぎやろ。ものの器もそれまでぞ。わしは門番を4人撃破ね。精一杯広げると。所詮は伊藤武か。じれたが末に伊佐を求むるなど、死後の危ないぞ。もう変わりましたね。あれでめっちゃ好きやねんな。おお、なんかまたされてるし。孫一を
ああいう風にしてるってもうどんだけ巡れとんねん、恵まれとんねん。まあそういう問題かっていう話やかな。おまたこれかよ。いちいち言うてな、ほんま。お前にはこんな感じで十分か、こんやら。信長公、秀吉殿、そしてまだ見ぬ才の帝、あなた方は紛れもなくこの日の元の英雄だった。おい、よし。この程度、その方であればしのげるよ。ほらよ。ん？お尋ね者、参上っていうか。よく言う。たとえどんなに微力だろうと、俺だって豊臣の力だ。あ、こっち行ったか。いやな気がした、めっちゃ。めっちゃ爆弾あったし。余が暮れ息の他になし。他になし。大きく広げるのは、あの声好きなんすよね、おじゃんざむながらやってる人の声。誰か忘れないけど。愚かな王がもたらす布告、そして強兵。ん？我がよし。それのみよ。お、いますね。ちょっと、行くな。お前、行くな。やったるわ。よっしゃ。頼む、先金来い。もしくは変化にあいつ来い。さっきです。変化、おお、ほんまに来た。まさか来るとは思ってなかった。塔の花にて誇るビール。棟梁の支援に回れ。レベルアップ、体力回復、いいっすね。総員配置、早きは風のよう、実戦あるのみだ。あ、ちょっと、その程度のあがきでも我の顔色は変えられぬぞ。ん？あとはどこに、ここら辺は何をすればいいんかな。門番とか軍師とかなんか倒してるけど、門番ちゃうか。ん？何を倒せんやろ。わしは果たして、あー、買い物しましたね。よかったよかった。おー、戻ったね。戻ってしまったね。今更問うべき。おし、では先進んでいきますか。最下の棟梁か、どうだ、我との契約に応じる気になったか。バッテリーのマスメフやるんかよ、いらねえ。まだ我らはお前を認めていない。幾幕かの疲労は与えた。おしょー、よいとみてよし。過去であろうと未来であろうと、我が拳で掴み砕けぬものなどなし。天地を使い、我が力に屈せよ。迫力すごいな、浜がいつも思うけど、迫力だけがすごいんですよ、すごいんですよね、これね。世のあった場所はその先だ。我らの弾薬が尽きるとでも。試してみるがいい。我らは戦と共に生きる、それが道だ。あいた、おお、無理や、無理やった、あ、無理やった、クソ。お前の波動が我らの道にふさわしいかどうか見定めるとしよう。貴様らが行け、おらんまに。なに、おっしゃ、これじゃ、これでは負けへんぞ、俺。あって、無理、え、あれ、え、あー、負けた、あー、負けた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 。あー、なんか、ちょっと、レンタル機がなくなってる、俺。あ、やばい、あ、な、負けた。あ、腕が痛い。あ、痛い。おお、いや、それは独りよがりってんだ。貴様こそ最下とつるんで物見湯さんか。一国の主ながらのその打尺、見苦しいぞ刑事。秀吉、おら、んまに、お前じゃ。お前はデシャバルの刑事。うわ、バッテン増えてるし、やめて、バッテン、バッテンこんな、バッテンくんな、バッテンくんな。あ、お、や、やらんでいいとこ、や、やってまた。あー、またこれか。あ、しゃ。
あ、え、何が言ったんかはよう分からないけど、一瞬の。どこや、え、あれどこにおる、あ、いたいたいた、え、あ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 、いた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 、忠告する、我らの残弾が尽きることはない。おっしゃ、頼む、これで行ってくれ。めっちゃ引きやけど。おい、いけそうですね、なんか。ちょっとしたきつい、ちょっとしたはめどうかなって。おお、いい感じに倒せましたね。たかがカラスのくちばし一つ、いかに小づいたところで我の波動がどうなるものぞ。ん、わしは時をかけすぎた。その果てにようやく見つけた答えがこれだ。さあ、わしと結ぼう、たゆまぬ絆を。うん、たゆまぬ絆を。とか言いやすいですね。けどなんで戦うの、それで。それらを見下せし者ぞ。崩落卿のアングナ王とそしらはそしれ。ほら、あんまり、あんまり、そうだ、ほらよ、お前に頼みがある。わしに徳川に雇われてくれないか。その返答はお前の生き様を見定めてからだ。わしとお前の、ほら、あんまり、なかなかにハメ動画になってるけど。お前の言葉で言うならばね。わかった。やばい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 。いけるで、これも。しっかりと聞いてくれることを望む。しっかりバックをしといたろ。我らもこの火力、用いる銃弾のすべてをもって答えよう。だが一つ、言葉で確かめる。お前は本当に魔王を撃てるのか。ああ、撃てる。いや、撃たねばならない。今のわしならきっとできる。迷いながらも前を進む、うん、それがお前の生き様か。よし、行きましたね。すまないが、契約は改めて申し込ませてくれ。わしは今一度己を鍛え直さねばならないようだ。うん、是非もなし。世の城を蝕む小虫どもが踏み潰してくれるのは。うわ、まだおったんかよ。まあ、そりゃそうやわな。お？おー、すげえ、かっけえ。どこにある、いた、そのいずれもが過ちぞ。無のよ、そはほととぎすをいかんとす。待ちわびたぞ、この時は。うん、魔王織田信長。騒ぐな、女。女なってるし。他の目がらすごときが何事かある。貴様に撃たれた仙台最下孫一の無念の忠誠、忘れたとは言わせない。対魔王にも引けを取らぬ戦の中で練られてきた我らの武具、傭兵術、その身で最下を知るがいい。是非もなし。なし。女、よくぞ備えた、よくぞ抜かした。魔王、海盤からの伝言だ。お前の死は今完全にあると。スカイバン、あのクウスメであるか。なんかちょっと、俺はなんかちょっと、世にとっての死が来たのは、まあもうなんか知らんけど、はめとるからな俺。世は陸道輪廻を支配せし、第六天魔王なるぞ。貴様が不滅だろうと、我らは銃弾を浴びせ続けるのみ。